皆さんは村井祐介という人物をご存知でしょうか。関東連合の中でも特に武闘派として恐れられていたのが村井です。彼は一体どのような人物だったのでしょうか。今回は村井祐介の生い立ちと現在について当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。村井祐介は1978年6月9日東京都に生まれました。幼い頃から村井は悪さをしており、問題児として知られていたようです。これは中学入学時まで真面目な生徒だった関東連合トップ、見立て新一とは対照的な存在でした。しかし、見立ても中学を卒業する頃には、札付きの不良に変貌し、高校入学と同時にブラックエンペラーを復活させています。一方の村井は12層メデューサという暴走族に所属していました。この12層メデューサとブラックエンペラーはどちらも関東連合を構成する重要な組織で、その内部での勢力図はブラックエンペラーが圧倒的な力を持っていました。それでも新宿12層メデューサの17代目総長を務めた村井は、その腕力の強さと凶暴性で上層部へと上り詰め、瞬く間に関東連合の幹部の一人になったのです。そのような村井の強さは異常とも言われ、1対1の喧嘩では関東連合でトップに君臨していた見立て新一を凌駕するほどだったとされています。しかし頭の良さや人心掌握においては残虐王子と呼ばれた見立ての方がはるかに上で、村井がそれ以上の地位につくことはありませんでした。そうした背景もあって周囲の人間からは、もし同じ世代に見立て新一がいなければこの世代のトップは村井祐介だっただろうとも言われていました。しかし村井自身は見立てのことを尊敬しており、彼こそがリーダーであると認めていたようです。実際二人は一緒に行動することが多く、親しい関係にあったとされています。ただ見立て以外のメンバーからは村井の凶暴性から狂っているとまで言われていました。また村井は以前から異常な行動を見せていましたが、ある日のバイク事故をきっかけにその吹っ切れ具合に拍車がかかったと言われています。事故による頭部の影響や一度死を覚悟したことで恐怖心がなくなったのではないかという見方もあるようです。このように関東連合の武闘派として名を馳せた村井は、やがて爆弾という異名で知られるようになります。実際村井の振る舞いは関東連合の歴史の中でも最強最悪と称された昭和53年世代の中でもトップクラスとされ、どんな状況に置かれても決して屈することはありませんでした。そのエピソードの一つとして、突然10人の男に襲われた時も村井は一人で果敢に立ち向かったという話があります。その時は多勢に無勢であり、さすがの村井でも勝てるはずがなく、同行していた仲間は土下座して謝ったものの、村井は決して屈することはなかったようです。むしろ相手が諦めて帰った後にすぐに準備に取り掛かり、その勢いのまま報復しに行ったと言われています。しかしそのように暴れ回っていた村井も当然警察の目に留まり、彼は何度も少年院に送られていました。しかし逮捕されたとしても村井の凶暴性は変わらず、少年院の中でも喧嘩を仕掛けることが多く、刑務官も手を焼いたとされています。その後も村井は少年院への入所と出所を繰り返していましたが、見立て以外にも彼を気に入っている有名なアウトローがいました。その人物とは凶悪すぎて話もまともにできないと恐れられていた神原三兄弟の長男、神原正幸です。神原は自分と同じような匂いがすると感じたようで、村井をペットのように可愛がっていたと言われています。そして村井自身も神原に対しては懐いていたようです。また村井が語られるエピソードの中には、見立てや神原以外にも有名なアウトローが登場します。その中でも特に注目されるのが、関東連合を壊滅にまで追いやった伝説の不良、木村兄弟です。2009年1月頃、村井が友人と二人でクラブで遊んでいる際に、敵対する木村兄弟一派と偶然遭遇したのです。当然両者は敵意をむき出しにし、一触即発になります。しかし村井と友人の二人に対して木村兄弟一派は7人ほどの集団であり、数の上で不利な村井側は圧倒されてしまいました。過去に10人が襲ってきた際には村井はすぐに報復に向かいましたが、この時は痛かったけど木村は弱いね、3度バック状態で倒せないんだから
勝ったようなもんでしょう。と言っただけで報復はしなかったようです。そして2010年4月31歳になった村井はスクーターでのひったくりを繰り返し逮捕されてしまいます。捜査に当たっていた警視庁捜査三課によると、村井は2009年7月から都内で約50件ものひったくり事件を起こしており、被害総額は約350万円にも上っていたようです。村井はこの事件により実刑判決を受けたとされています。その後、刑期を終えて出所した村井は、驚くべきことに2016年頃から村井チャンネルという YouTube チャンネルを開設し、動画投稿を始めたのです。動画内で村井はグレートティーチャー村井とも呼ばれ、不良や裏社会の人間などを挑発するような動画が話題になっていたようです。当時は月に数回のペースで動画を投稿し、一定数の視聴者を獲得していたようですが、現在はチャンネル自体が削除されており、動画も残っていません。また村井が投稿していた動画の中で最も話題になったのは、埼玉のカラーギャングパズルを挑発する動画です。その内容は、村井がパズルの幹部の自宅に突撃訪問するというもので、以前からパズルを挑発するような言動を繰り返していたにもかかわらず、バラの花束を持ってチャイムを鳴らすというものでした。しかし、パズルの幹部はドアを開けず、パズル全体としても村井の挑発に応戦する者は現れなかったため、争いごとには発展しなかったようです。また、裏社会の人間に対して、ハゲ、と叫んで逃げるという動画も話題になりました。この動画は村井の投稿した中で最高の再生回数を記録しましたが、台本ありのやらせ動画である可能性が高いと見られています。それにもかかわらず、関東連合 OB がそのようなことをしているという事実から、多くの人々が興味を示していたようです。また警察官を挑発する内容の動画もありました。これは自転車に乗った村井が警察官に向かって怒鳴り声を上げるというものです。その他にもカラオケや釣りを楽しむだけの動画、婦人警官をナンパするような迷惑系の動画も投稿していました。このような過激な動画を上げていた村井でしたが、驚くべきことに母親に説教されるという動画もあったのです。その内容は、村井の母親が彼に対して犯罪を犯さないようにと説教するもので、母親は息子の犯罪により生きがいだった仕事を辞めることになったといい、これ以上は恥をかかせないでくれないかと訴えていました。この訴えを聞いた村井は涙を流し、後日母親にフラワーブーケをプレゼントするまでが動画に収められています。これらの動画投稿は2018年頃まで続いていましたが、その後チャンネルは削除されてしまいます。なぜなら、村井は同年4月、薬物使用の容疑で逮捕されてしまったためです。事件の発覚は、村井がよく訪れていた飲食店で薬物の入った袋を落としたことから始まりました。袋を発見した従業員が警察に通報し、捜査が開始されたようです。捜査は周囲による聞き込みや、袋に付着していた DNA 鑑定に及び、村井が持ち主であることが判明しました。逮捕に至るまでには1年半の地道な捜査が行われ、言い逃れのしようがないほどの証拠が集められたようです。逮捕後、法廷で完璧な証拠を突きつけられた村井は、そんな証拠があるなら私のものだと思いますと起訴内容を全て認めました。薬物による逮捕で初犯の場合は執行猶予付きの判決が下されることが多いですが、過去の複数回の逮捕歴や今までの悪事を考えると、実刑判決を受けた可能性が高いです。しかし、薬物の所持量が少なく営利目的ではなかったことを考慮すると、刑期は長くなっていない可能性があります。ですが、現在村井が服役中かすでに出所しているのかについては明確な情報がないため定かではありません。最強最悪と言われていた昭和53年世代でもトップクラスの凶悪性を持ち、残虐王子と呼ばれた見立て新一をも凌駕するとされていた村井雄介。現在彼はどこで何をしているのでしょうか。関東連合壊滅後もその名前を使った活動が続いていたことから、今後再び表舞台に姿を現す可能性があるとも考えられます。今回は村井雄介の生い立ちと現在についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。また、この動画が良いと思ったら、
高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。